せーの、オハー、花見です。で、すごい初めて見せたね。せーの、オハー、花見です。まゆです。せいかです。3人合わせて、いそかつです。マイナス2。今回の企画は、セーラームーン3コインズコラボを買ってみたー。25周年おめでとう。今から、うん、新宿の3コインズに行って、きます。入場制限があるんですけど、取れたので3分間しかないんで、買い物スタート、レッツゴー。やってきました。じゃあ何、じゃあお揃いずつ、お揃いのものみんなで紹介する。確かに、私何、お揃いのみ、まなみと絶対被るでしょ。私もだよ、うん、てか生徒みんなと被るんじゃない一番。あ、そうだわ。じゃあどれかな。私と前は割と被ってるよ。割と被ってる。じゃあまずこれじゃない。だけど欲しかったシールとか売り切れだったからね。ね、やっぱ人気シールだね。そう、人気商品売り切れで、うん、あの余り物からゲッツって感じ、うん、そうだったね。全然もう売ってなかったの。売り切れだった。アイマスクとか売り切れ。ね、じゃあリアルに3分間の買い物だったもんね。そうそう。あ、そうそう、それ説明しよう。この方式を、あれ、お願いします。説明しようね。説明しよう。あれでもね、ラグビー部の長川先輩と一緒に突然出てきて、説明しよう。大爆笑だったの。爆笑よ。眉毛やばすぎ。大丈夫だよ。まあいいや。はい、じゃあちょっとご説明してください。ご説明しますね。まず整理券をもらわないと入れないような仕組みになってまして、でしかもその整理券が7時50分から7時53分の3分間しか買い物ができない。で、マジで、なんか、後で、あと10秒です、みたいな感じで。マジでやばかった。そう、だから3分間しか選べないから、事前にサイトを見ておいて、買うものを決めてたんですけど、欲しかったやつは割と売り切れてましたね。残念。そ。はい。そ。そ。って感じで、買えたものを紹介します。はーい。はい、まず。まずこれ。あ、いいね。買ったって、多分。買った買った。2つ買った。2つ？はい、じゃーん。枕カバーです。2色がいい。2色がいい。これはね、めちゃめちゃ可愛い。しかも多分素材がセーラームーン。あ、待って待って。ポリだよ、ポリ。ポリだ。ポリってどうなの？ポリは毛玉になりづらい。あ、めっちゃ毛玉になりやすい。あ、ダメじゃん。で、触ってみ。あ、待って、ここ。あ、裏側だ。これ紹介した方がいいんじゃないの？最高。早速あげられたね。柄じゃん。でもさ、なんかこっちはすごいいい感じじゃない？うん、いい感じ。いい感じ。肌に優しい。肌に優しいやつ2色買いしました。かわいい。このうさぎちゃんと総柄。あ、これうさぎ？これうさぎっていうの名前？うさぎ、月のうさぎでしょ？あ、そうだ。そうなんだ。確かに。え、じゃああいつはもう一人ね。ピンク。あれはうさぴょんじゃん。あれはちびうさ。あ、ちびうさ。ちびうさ？ちびうさとはさ、うさぎはさ、どういう関係？多分兄弟？え、わからない。妹？あ、違う、一緒か。ちょっとなんか不明。月のちびうさって名前とか。それはちょっとやばいね。やばいよね。まあいいや。まあ、とりあえずこれ。めっちゃ可愛い。二色買いしました。可愛い。え、これ何でも合うよね、タオル、あれに。何でも合う。枕。枕は何でも合うね。何でも合うもクソがないよね。顔乗っかればいいね。まあでもそんな感じですね。はい。次。本当は買おうと思ってた旅行のさ、何バッグっていう、折りたたみバッグ、バッグ、あれめっちゃ欲しかったのにダメだった。オッケーでした。あ、ちなみにこれは300円です。あ、値段300円。300円でした。枕カバーは安いね、うん、安い。次これ、あ、いいよ。それ買ってな、私これ。これは旅行、これなんだ、これあれ、なんか化粧水とかさ入れてさ、そのままさ、ドアのドアノブとかにかけて。ああ、そうだそうだ、これでめっちゃいいじゃん。そうだね、そうそうそう、これめっちゃ便利だよ。え、確かに前旅行の時これなんかあれだ、使ってたっけ。前私これ無印のやつ使ってる。え、これさ、何、お風呂に入る時とかに使えるってこと？いや、ここ化粧水とか全部刺しといて、そのなんかどっかに引っ掛けて、そのまますぐ使えるみたいな。なるほどね。うん、あ、そういうことか。シャンプーとか入れても楽だよね。かわいいね。ハンギングポーチ300円ですね。これめっちゃいいと思う。しかも300円。安い。安い安い。無印より安い。無印いくらぐらい？忘れた。あね。これかわいい。はい、次。次は？あ、これ？あ、今持ってる。これ買いました。はい。これはアイロンケース。こういうね、アイロンを旅行に持っていくときに、こうやって、入るのかな？あ、でも入るわ。おお。え、でもあれじゃない？別に最後までしまなくてもいいよね。あ、まあ確かに。あ、確かにこれ入るわ。すごい。入る。すごい。ちゃんとさ、なんていうの、このほら、断熱？あ、これやっぱ断熱になってるんじゃない？そりゃそうか。そりゃそうないと意味ないよね。天才か？ね、めっちゃいい感じ。ヘアアイロンの、あ、電源を入れたまま収納しないでください。300円です。あ、本当だ。耐熱生地を使用しております。そう、300円。安いね。え、かわいいね。なんかちょっとシンプルな感じで。どこがだよ。
結構派手よ。唇もシンプルじゃないでしょ。あのムーンセーラー目のコンパクトとか入れる。私買ったのさ全部さこの柄になっちゃった今のところ。本当だ。この柄可愛い。あでもこれあるじゃん花に。そうサミニちゃん。あマイクそれでフィニッシュ。終わり？あもう一個あるんだよね。フィニッシュ。英語出ちゃった。マイクそれでフィニッシュ。あとねこれ買った。あそうだそうだこれ大元です。ブランケット。大元なんだ。これ大元なんだ。そのサイズなら。そうなんですか。なんか花見こんくらい。私思ってでかいと思った。サイズ感神。神。でも重さどうですか。チェックしてください。でもちょっと重たい。いやでもこんなもんでしょ。でもちょっと重い。ちょっと重い。花見がずっと使ってるなこれ。花見ずっと持ってるもんねそれ。これ重いよ。重いよ。重いんだ。うん、でもそれはこれ。でもなんか見た石みたい。でも確かに石だこれ。こうやってできるよね。やばい壊れる。えけどさこれ何回でちょっと。いやでも多分1回ぐらいじゃん。なんかパーセンテージだって感じ。パーセンテージだって感じ。つまり。あ、でも石みたい本当。素材が。電池残量目安。あ、でも1回なのかな。1回かもな。1回ですね。100% 分、うん。まあまあまあ、まあ携帯そんなでなんで。サイズはちっちゃくてめちゃくちゃいい。うん。てか1回分できれば十分だよ。そうですね。十分。ありがとうございます。そうっすね。はい、というわけでね。本当はシール欲しかった。いつまで欲しかった。あ、確かに。今調べよう。今日からだもんね。1月8日から。そうだ。今調べます。8日じゃない。めちゃめちゃ今日から、今日発売日じゃん。店頭販売が1月16日。オンラインは1月18日からです。え、オンライン行けんじゃん。うん。でも先に、ね。あ、でも、よかった。ちゃんと、じゃあこれ見て皆さん。パルクローゼットオンラインストア1月18日10時から。え、シール買えるね。買えるわ。買える買える。でも、でもやっぱそうだね。争奪戦。あの、送料かかるよ。めちゃくちゃ。あ、でもね、これね、いつまでとは書いてない。売り切れ次第終了みたいな感じかな。そうかもしれない。そういう系ね。多分ね。え、どれが皆さん、ありがとう、まゆこ。どれがおすすめでした？え、これ、え、枕カバー、あ、これじゃね、これ。花見これ。枕カバーおすすめ。じゃあ私これかも。私はこの膝掛けかな。ね、これね、ちゃんとした？え、だって旅行行くときさ、アイロンめっちゃいつも困んだよね。どうしたのいつも。え、暑いまま、うん、ぶち込んでた。服に巻いてたの？服に巻いてるしさ。服を巻いたりだ。でもこれマジで私、画期的だなと思った。え、ね、私もそれ思った。よかったよかった。欲しい欲しいと思ってたけどさ。ね、欲しかったこれ。300円欲しい。いい感じだね。え、これ嬉しい。でもやっぱあれが欲しかったな。え、わかる。折りたたみバッグね。そう。あー、わかる。それ欲しかった。あれ3人で買って海外行こう。ね、ね、確かに。オンラインですね。うん。オンラインだね、マジで。ね。まあ、という感じですね。はーい。はーい。じゃあ、そういうことで、この動画がちょっとでもいいなと思ったそこのあなたグッドボタン。やってやって、お金出してください。嘘でしょ自分が気持ちいい。いきますよ。はい、この動画がちょっとでもいいなと思ったそこのあなた、グッドボタン、チャンネル登録よろしくな。